旗岡八幡神社、または旗が岡八幡神社は東京都品川区旗の台にある神社。社殿長元3年に源頼信が当時下佐国において発生していた平田達根の乱を平定するために下佐に行く途中この地に宿営司令員を監督してこの地に八幡大臣を建て祭り戦勝を祈願したのが発祥とされる。当時この地に陣を張り、 源氏の白旗をなびかせて、武位を大いに誇ったという。そのことが現地名の旗の代や旗岡の名の由来になっているとされる。その後、鎌倉時代に入り、当地の領主、江原義宗によって、社殿等が建立され、源氏の守護神のみならず地域の鎮守神とした。また江原義宗は、日蓮州に厚く消えし、息子を日蓮の皇帝、日露の弟子とさせた。 息子は後に秋吉商人となり、茨城の館後に法蓮寺を解散した。この寺院は長く隣接する畑岡八幡神社の別当寺となった。明治時代に別当は廃止されたが、現在でも当神社に隣接してある。また、畑岡八幡神社の前の道は、鎌倉道の一つで古来より鎌倉へと通じる道として知られていた。 その後の時代になっても人々からの信仰は厚く、江戸時代には二大将軍、徳川秀忠に祈願書とされたほか、特に休日者から厚い信仰を得て、毎年2月15日には、近郊の各地から武士が集まって、境内で休日の競り者が行われるようになり、有名であった。試合後は一堂に甘酒が振る舞われたに由来して、現在でも2月になると、 甘酒祭りが当人社内で取り行われている。また、江戸時代には中信八幡宮とも呼ばれ、江戸名所図絵にもその名で描かれている。その後、第二次世界大戦による戦災で、拝殿等が消失。現在の社殿は昭和39年に再建されたものである。別当だった法蓮寺、旗岡八幡神社に隣接している。ありがとうございます。